技列空挺隊。技列空挺隊とは、敵飛行場に輸送機で強行着陸して、敵航空機と飛行場施設を破壊することを目的とした大日本帝国陸軍の空挺部隊で編成された特殊部隊である。技列空挺隊は、沖縄戦期間中の1945年5月24日に、連合軍に占領されていた沖縄のカデナ飛行場と読谷飛行場に攻撃を、 行った1944年7月にサイパンの戦いによりサイパン島がアメリカ軍に占領されると同島の飛行場から出撃した戦略爆撃機 B-29 による首都圏への空襲の懸念が一気に高まった。そのため日本軍は1944年11月2日の 陸軍航空隊97式重爆撃機9機による爆撃を皮切りにしてサイパン島を空から必要に攻撃し東京が初空襲を受けた3日後の11月27日には報復攻撃として陸軍航空隊深海マレスケ少佐率いる第二独立飛行隊の4式重爆撃機2機がイズリー飛行場を爆撃し完全撃破4機と16機を損傷させて2機とも 無事に生還した。続いて、海軍航空隊の大村賢治中尉率いる、第1を立て隊の冷戦12機が、イズリー飛行場機銃装車 B 29を奇獣奏者 CB-29 を動き、撃破し、また迎撃してきた、P、P-47 の1機を撃墜したが、全機密機間となった。アメリカ軍イズリー飛行場は度重なる空襲で、大混乱状態となり、損傷機も多数に上ったため、 日本本土空襲に出撃する B-29 の奇数を減少せざるを得なくなった。陸海軍爆撃機のイズリー飛行場への攻撃が成功した11月27日に陸軍共同航空軍はサイパン島に空挺部隊で編成した特殊部隊を送り込み地上で B-29 を殲滅しようと計画し、停戦集団に特殊部隊の編成を命じた。 帝身集団の川島敬吾大佐は、帝身第一連隊からエコ中隊を選抜して、編成することとしたが、川島と同様に帝身集団が編成されて、以来在籍していた奥山道郎隊員が、大指揮官として、適任と考えて、帝身第一連隊長の山田秀夫中佐を呼ぶと、帝身第一連隊長からの特殊部隊の編成と、奥山を指揮官とすることを命じた。奥山は、 空挺部隊の経験が長いだけではなく、挺身第一連隊の中でも、後兵を主体として編成されていた第四中隊の中隊長でもあり、破壊工作には、うってつけの人物であった。山田は奥山を呼ぶと、サイパン島への攻撃部隊の差し出しを命じられたことや、この作戦の意義を説明したが、説明の途中で全てを察した奥山が、山田の言葉を遮るように、 その指揮官は私がやりしようと志願した。特殊部隊の人数は共同航空軍から120名と指定されており、奥山の第4中隊の人数とほぼ同数であり、山田は奥山に第4中隊をそのまま特殊部隊に編成するか。と意見を求め、奥山も一旦は同意したが、その後の協議により、他の中隊からも40名を第4中隊に移動させて、 その中から126名を選抜して特殊部隊を編成して残った第四中隊はそのまま存続させることとな。奥山らは12月5日に宮崎県川南駅を出発し12月8日に豊岡に到着した。豊岡では奥山らの特殊部隊は新兵スメラ隊と名付けられ奥山はここで初めて自分たちの任務の詳細を新兵隊の 将兵らに伝えている。豊岡の松林の中には、B-29 の原寸大のモックアップが作られて、隊員らはそのモックアップで爆破訓練を繰り返した。日本軍は陸軍中野学校で、長方や防具用などの教育を受けた長方院を南方の島々に配置し、連合軍の侵攻により占領された後も同期に留まらせ、 劇場などの情報収集を行っていた。これを、残地諜報員と呼んだが、そのうちの一人が、太平洋戦争終結から29年の時を経て、フィリピンルバング島から日本へ帰還を果たした、小野田博士郎となる。サイパン島にも、残地諜報員は配置されていたが、守備隊が玉砕してからは、消息が途絶えた。大本営は、 B-29 の出撃状況や日本軍の空襲による効果など、サイパン島からの情報を必要としており、陸軍中野学校卒の長方員を空挺隊の突入の際に、サイパン島に潜り込ませることを計画した。1944年11月末に、ゲリラ戦や破壊活動を専門的に教育する陸軍中野学校二股分校で、初めての卒業式が行われたが、 卒業式の数日前に、生徒らに、サイパン島行きを志願する者はいないか、と募のるがかけられ、熊倉巡作見習い士官た5名が志願した。志願した、熊倉らに、二股文校長の熊川中佐は、命もなく死んでくれと告げている。その後、陸軍中野学校本校を卒業した1年先輩の石山敏夫将尉ら2名が合流、総勢8名となった中野学校卒業生は、 大本営陸軍部付という役職となり、陸軍参謀本部に出頭し、梅津吉次郎参謀総長に着任申告したが、梅津は、熊倉らを見るなり、おお、君たちが言ってくれるのか、そうか、そうかと自負のような眼差しで一同を見回すと、全員を前にして、大本営から初めて直接特攻隊員を出す、重大作戦である。選ばれた機関らは、中野学校出身者である。 十分、自長自愛し、あらゆる困難を克服して、任務達成に活路を開くことを記念すると訓示した。その夜には、梅津と自長を筆頭とした、参謀本部幕僚が列席した、総公会も開催された。梅津は、各人の家庭の状況などを親身になって聞き取り、九州から部隊が来るまで郷里に帰ってなさいと、帰省を任、母さんのために自ら卓上の吉家を倒って八名に、 渡すという配慮ぶりだったさらに、部下参謀に、見習い士官は特例をもって任官できる、よう、陸軍省に交渉せよと命じている。梅津の鶴の一声で、熊倉ら二股文庫卒業の6名の、見習い士官は、特例で少尉に昇進し、さらに通信担当の2名の歌士官も加わり合計10名となった中野学校卒業生は、豊岡で、奥山らと合流し、 新兵交代は合計136名となった。サイパン島への残地諜報員としての潜入任務は中野学校の諜報員10名だけの秘密として他の空挺隊員には公害しなかった。熊倉ら陸軍中野学校の諜報員が奥山ら新兵交代に合流した時には空挺隊員はもう訓練に明け暮れていたが諜報員は鍛え抜かれた。 空挺隊員の体格を見ると、こんなたくましい兵隊が日本にいたのかと驚いている。諜報員は、サイパン島に潜入するという特別任務を命じられていたが、組織的には、奥山の指揮下となった。奥山は、畑違いの諜報員に気さくに接して、貴様らは何が何ができるのだとの問いかけをしてきたので、大したことはできませんと諜報員が答えると、奥山は、 忍術でも使えると思ったが、ダメか、わッはッハと豪快に笑ってみせたという。奥山の人柄に、長方院らのエリート意識は即座に吹き飛び、空挺隊員と同じ B-29 爆破の訓練を連日行い、空挺隊員と長方院の一体感が高まった。しかし、潜入任務については奥山にも公開はできず、任務の検討や計画は、奥山ら空挺隊員には内緒で、 諜報員だけで言った。その後、たびたび航空軍の参謀がやってきて、奥山ら空挺隊員にも、死に急ぐな、ゲィラ戦をやれと指示してきたが、奥山は、諜報員らに、後のことはお前らに任すと言ってまともに取り合わなかった。新兵交代をサイパンまで空輸するのは、新海ら第二独立飛行隊と同様に、サイパン島空襲任務を行ってきた第三独立飛行隊。 編隊長、スワベタ・ダカズ隊員となった。第3独立飛行隊は、爆撃任務で使用してきた100式司令部偵察機の爆撃機改造型から、97式重爆撃機に機種を変更することになったが、新兵交代は空挺部隊ではあったが、落下山で降下するのでなく、空挺隊員が登場する輸送機が、アメリカ軍飛行場に強行着陸し、その後に隊員が、 機体から飛び出して、破壊工作を行うという手はずになっていた。アメリカ軍飛行場に強行着陸すれば搭乗員の玉砕は避けられず、第3独立飛行隊搭乗員らの指揮はなかなか上がらなかったが、撃墜された B-29 から詳細な取扱説明書が入手できたので、搭乗員には敵 B-29 を奪取し、これを操縦して帰還すべしという新しい任務が、 加えられて、第三独立飛行隊の指揮は大いに上がった。1945年に入ると、新兵交代は、サイパン島への出撃基地となる浜松飛行場に進出したが、物体名称は、共同航空軍により、技術空挺隊に変更された。B-29 爆破には、波行爆雷、2kg 柄付き爆薬、大乗爆薬などが使用される計画であったが、 大型機である B-29 の上演は地上4.5メートルにあり、爆薬を設置するのも簡単ではなかった。しかし、運動神経抜群の空挺隊員は、連日の厳しい訓練で次第にコツをつかむようになり、帯に爆薬が取り付けてあり、それを投擲して機体に巻き付けて爆破する、体上爆薬については、最初は投擲しても機体に届かない隊員もあったが、 投げ縄の要領で投敵しみな上手に機体に巻きつけられるようになった。柄付き爆薬については、爆薬に取り付けてある吸盤が機体にうまく吸着すか不安であるため、そのまま自爆した方がいいという意見も出されたが、指揮官の奥山は、自爆を否定、一人で最低動きはほふれと命じ、隊員は吸盤で爆薬が B-29 の機体吸着後に、 爆薬に転化して退避することとしている。ギレ術空挺隊の連度は、共同航空軍が口を挟む余地のないほどに高められていたが、ギレ術空挺隊がサイパン島への出撃のため浜松に進出した1945年1月には、日本軍によるサイパン島空襲の中継基地として使用されて、ギレ術空挺隊も使用するはずであった、伊王島がアメリカ軍の連日の空襲で、 中継基地として使用するのが困難となっていた。1月17日から、技列空挺隊は出撃準備を整え、遺品、遺書、遺発を管理班に託したが、22日まで待機したのにも、かかわらず出撃命令は出なかった。その1月22日に一旦作戦延期と決まり、技列空挺隊は訓練を再開したが、出撃の見通しが立たない中で、士気は上がらず、 いつしか隊員らは出撃もせず毎日美食している。自分らを、ギレツ空艇隊の部隊名をもじって、グレツ食放題と自虐的に自情している。その後、1月27日に、ギレツ空艇隊は、古巣の宮崎県川南城に帰ったが、1月30日には、アメリカ軍の伊動島への進行の可能性が、待ったことから、ギレツ空艇隊によるサイパン攻撃は、 正式に中止となった。1945年2月16日には、伊王島にアメリカ軍が上陸して、伊王島の戦いが始まったが、儀列空挺隊に3月19日から20日に、伊王島の千島飛行場に突入する任務が命じられた。しかし、伊王島には小型の戦闘機が多数配備されており、急遽小型機の破壊工作の訓練を行わなければならなくった。 中野学校の諜報員は、伊王島では、サイパンとは違い残地諜報もゲリラ戦もできないため、これでは、義烈空挺隊に選ばれた意味がなく、犬死にではないかと感じたが、表だって言えば、奥山ら空挺隊員に任務を隠していたと咎められ、隊の団結を乱すことになりかねないので黙って、命令に従うことにした。技烈空挺隊は、川南から、 茨城県つくば市の西つくば飛行場に移動し、出撃準備を整えていたが、伊予島の戦況悪化もあって伊予島への出撃も中止された。しかし、小型機の爆破訓練はこの後の任務に生かされることとなった。1945年、昭和20年4月には、沖縄に連合軍が進行し沖縄戦が始まったが、5月になって沖縄に、 日本軍が構築しながら、アメリカ軍に奪取された核飛行場に、アメリカ軍の陸軍航空隊や海兵隊の航空機数が進出しており、日本軍の特攻を主体とする沖縄方面への航空作戦の大きな障害となっていた。日本軍は陸軍の重砲による砲撃や陸軍銃爆撃機、海軍不要部隊などの空襲により必要に、 沖縄のアメリカ軍飛行場を攻撃し続けていたが、飛行場機能に支障をきたすような損害を与えることはできず、逆にアメリカ軍の航空戦力は強化される一方であった。大本営は、第32軍の沖縄南部への撤退と特攻作戦の援護のため、残された航空戦力を集中して沖縄のアメリカ軍飛行場を攻撃することとし、5月下旬に,に開始される。 予定の菊水7号作戦で、技列空挺による沖縄本島の飛行場への空挺特攻作戦、機号作戦を決行することとし、技列空挺隊は西筑波から熊本県の県軍に移動した。参謀本部は、技列空挺隊輸送機として97式銃、爆撃機12機、飛行場夜間爆撃機として4式銃爆撃機12機、 99式総発系爆撃機10機の投入を命じ、海軍の第5航空艦隊司令長官、宇垣きまと中将は、記号作戦を援護するため、一式陸上攻撃機17機、銀河13機、それに護衛として、夜間戦闘機12機の投入を決定した。記号作戦とそれに伴う夜間爆撃は、過去最大規模での沖縄のアメリカ軍飛行場への夜間攻撃となった。 うがはより爆撃効果を上げるため、爆撃機に次元爆弾を搭載させて出撃させている。記号作戦の決定には、右与曲折があった。技裂空挺隊は、第六航空軍の指揮下ではあったが、その使用には大本営の許可が必要であった。第六航空軍は、技裂空挺隊投入の機会を伺ってきたが、4月中旬に、 なって、沖縄のアメリカ軍飛行場の強化が進むと投入の後期と考えて、第6航空軍司令官の菅原道広大将は、大本営に高級参謀の偉大サム大佐を派遣し、使用の許可を求めた。糸田の陳情に対して、参謀本部第一部長、宮崎修一中将は、近日中に現地に出向くからその時に検討しようと、返事を先延ばしした。 その後も、菅原は矢のように催促を行った結果、5月2日に、記号作戦の準備命令は下ったが、肝心の作戦命令はまた先延ばしとなった。大本営が、儀列空挺隊の投入を渋ったのは、5月3日に開始された第32軍による総攻撃が失敗に終わり、見込みの薄い沖縄に、日本陸軍再生への儀列空挺隊を投入するのは、 惜しいと考えて、来たる日本本土決戦のために温存しておこうという、目論みがあったからとされる。その後に約束通り宮崎が福岡に訪れたが、手ぐすね引いて待っていた第六航空軍は、司令官の菅原自ら宮崎に対して、特攻隊に指定されて、すでに半年、計画しては取りやめになること再三に及ぶは、その心情忍びがたいと決断を即した。宮崎は、 即答を避けたが、東京に帰る夜即時に、技列空挺大投入を決定して、義号作戦認可セラルという許可の伝文を打電させた。菅原らは、参謀本部の許可は期待しておらず、翌5月18日に、九州に訪れる予定であった、陸軍大臣の阿南コレチカ大将にも、直談判する準備中であった。一旦作戦開始が決まると、 沖縄戦最大規模のアメリカ軍飛行場への夜間攻撃となる本作戦に大本営も大きな期待を寄せている。5月19日に第6航空軍司令部で奥山と諏訪部も交えて記号作戦に関する会議が開かれ作戦計画が決定した。以上の通り、技術空挺隊の任務はアメリカ軍飛行場の撃滅と 海岸での揚陸物資の破壊とされていた。隊員は、将校も含めて、兵用の服を着用し、単緑色の染料で迷彩を施した。隊員らが濃い色の染料で、互いの軍服に迷彩を施している様子は1945年6月9日、第252号の日本ニュースに残されており、映像の色合いから、迷彩塗装色は、 黒色とされていたが、出撃3日後の5月27日付朝日新聞の記事の軍医に単力色の迷彩を施しとの記述で、迷彩は単力色と判明し、陸上自衛隊奈良市の中東地内空挺艦の技列空挺隊員の軍装の展示でも迷彩は緑色となってる。空挺隊員は日本軍では数少なかった百式機関単純や89。 式銃的弾頭を含む各種消火器で銃武装し、手榴弾10から15発を詰めた団体や雑農、雑能、発光爆雷、2kg 柄付き爆薬などの破壊機材も装備した。輸送機1機あたりの搭乗数は飛行隊、隊員2から3名、空挺隊員11から12名であった。技術空挺隊員は、サイパンの B-29 破壊任務訓練で適用。 中型機には胴体に体上爆薬を装着させ破断するか、柄付き爆薬を主翼仮面に吸着させて桁を破壊する技術、伊用島での戦闘機破壊任務訓練では、小型機に対する手榴弾、爆雷を機体に投げ入れて爆破する技術を習得しており、沖縄の飛行場に配備されている大型機、小型機いずれにも対応できる爆破技術を身につけていた。 また飛行場施設、軍需資材は爆破、または、昇意攻撃を行うこととしていた。輸送任務にあたる、第3独立飛行隊の搭乗員32名も、サイパン攻撃計画時は、主任務である、部隊輸送に加え着陸後の B-29、合手任務が付加されていたが、沖縄では着陸後には、編隊長のスワベ以下全員が、山隊員の指揮下に入り、空挺隊員と共に、 地上戦闘することとなった。奥山は第三独立飛行隊まで道連れにすることはないと考えており、編隊長のスワベに何とか友軍の占領地まで脱出してみろと会も進めたが、スワベは未練の残ることは止めましょうと、技術空挺隊と一緒に戦うことを選んでいる。当初は第32軍が、 南部撤退を開始する予定の5月22日夜に出撃する計画であったが、天候不順により、翌23日に延期。しかし、翌23日も雨天は続いて、再延期となった。ようやく天候が回復した5月24日18時50分、諏訪部忠和隊医率いる、第三独立飛行隊所属の12機の97、式季重爆撃機が、 陸軍熊本県軍飛行場を出撃した。出発に先立って奥山が行った最後の訓示が日本ニュース1945年6月9日第252号に残されている。義列空挺隊の出撃の報告を受けた第32軍司令官牛島光中将は撤退準備に防殺されながらも義列空挺隊に向けて感謝電報を発している。 県軍飛行場から出撃した12機の97、七式重爆撃機は、三角から沖縄西方海上に直進二21時10分に約90度の直角に変身し、22時に沖縄本島に達する計画であった。第60戦隊の杉森秀夫隊員が登場する4、四式重爆撃機が第3独立飛行隊を沖縄まで誘導し、 技列空挺隊の突入寸前に照明弾を投下する手はずとなっており、杉森機は手はず通りに照明弾二発を投下し、照明二発投下と無線報告をしたが、未期間となった。12機の97式重爆撃機の中で4機が発動機などの不調により引き返し沖縄に向かったのは8機となった。行動飛得のために技列空挺隊からの通信は、 沖縄製法会場での変身時、沖縄本島到着、ただいま突入の3回とあらかじめ決めていたが、21時10分の変身、22時の沖縄本島への到着予定時刻にはいずれも連絡なく、無線を聞いていた第6航空軍司令部は、重苦しい雰囲気に包みれた。その後、22時11分になってから、奥山隊長機から2211ただいま突入、 との入電があり、司令部と臨室に控えていた報道範囲や新聞記者らはどっと歓声を上げた。しかしその無電がギレツ空停滞から発された最初で最後の無電となった。先導した重爆隊により、6機が沖縄の北飛行場に強行着陸、さらに2機が中飛行場に着陸したとの報告がなされた。その後にアメリカ軍から平分で、 読谷飛行場の騒乱を伝える伝文が次々と発信されのを日本軍が傍受した。読谷飛行場異変あり、在空機は着陸するな、当該飛行場を利用せよとの伝文のほか、慌てた管制官が在空機を空母に誘導しようとし、機動部隊の位置を暴露する混乱儀だった。アメリカ軍の混乱状況から判断して、技裂空挺隊は果敢な攻撃を実施したものと、 判断されて、軍司令官の菅原は大本営に24時に作戦成功の第一歩を入れている。翌5月25日に百式司令部偵察機が沖縄を偵察したが、読谷飛行場は機能喪失、嘉手納飛行場は使用制限を受けている模様であり、同日も、なお儀列空艇隊は飛行場付近で関東中と判断された。読谷飛行場のアメリカ軍兵士は、 日本軍の爆撃機が、自らの意志で着陸しようとしていることに驚愕し、猛烈な対空砲火を浴びせた。アメリカ陸軍の沖縄戦公式戦士、United States Army in World War IIE, The War in the Pacific 沖縄 the によれば、6度にも及ぶ日本軍機による空襲の後、24日22時30分頃、ろ、技空挺隊のものと思われる、総発爆撃機動機が、 イエ島の方向から低空で侵入、対空砲でたちまちそのうちの4機が撃墜されたが、最後に突入した1機が木が、対空砲火をかいくぐって読み飛行場の滑走路に、胴体着陸、8名の完全武装の空挺隊員が、木から飛び出すと、八方に突っ走り、滑走路沿いに並んでいる、アメリカ軍機の破壊工作を開始している。その様子を見ていた。 飛行場を防衛していたアメリカ軍兵士はパニックに陥り、四方発砲に向けて、あらゆる火器を発砲した。弊社で休息していた、海兵隊のパイロットたちは慌てて、地下壕に退避した、そのうち数名が負傷し、その中でも2名は片足を吹き飛ばされる重傷を負った。この様子を見ていたアメリカ軍従軍記者が、読谷飛行場の状況を、 地獄さながらの混乱と記述したほどの混乱部であった。アメリカ軍海兵隊の記録では、儀列空挺隊の破壊工作と、パニックに陥ったアメリカ軍兵士による猛射により、アメリカ軍気球機が、破壊炎上、海四優先陶機3機、C-47 輸送機4機、PB4Y-2 爆撃機2機、29機が、損傷、PB4Y-2 爆撃機2機、 海6海戦闘機3機、海4優戦闘機22機、C-47 輸送機2機、破壊された C-47 の1機は、チェスターに密海軍遠水の使いとし、沖縄に来ていた太平洋艦隊司令部の幕僚チャールズ・ジェームーは、少々の蒸気であった。燃料集積所も破壊されドラム缶600本の7万ガロンのガソリンが焼け払われ、 完成投資官の敬礼注意を含むアメリカ兵2名が戦死し18名が負傷した。また、対空砲火を被弾した銃爆撃機のうちの1機が、後射砲に体当たりして、後射砲を操作していた海兵隊員8名が戦死している。読谷飛行場はこのダメージにより、翌朝8時まで使用不可となった。帰還した陸軍の銃爆撃機登場員は、 読谷飛行場が大混乱に陥り、次から次にアメリカ軍航空機が炎上していたと報告している。残りの3機はどうなったのかはアメリカ軍の記録には記述はないが、カデナ飛行場も打撃を被っており、第5航空艦隊司令部はカデナ飛行場は使用できないので沖合の空母に着艦せよというアメリカ軍の無線を傍受している。 陸海軍の爆撃機は同時に、家島の飛行場も爆撃し、ここでも60名のアメリカ兵が死傷するなど、大きな損害を与えている。戦闘が開始されて1時間後に、海兵隊の増援部隊が到着、生き残っていた、レツ空挺隊員を相当していき、読谷飛行場の混乱も次第に収まっていった。翌25日13時頃、最後の1名が、 残波岬で射殺され、儀列空挺隊は全滅した。儀列空挺隊員が飛行場から離れた海岸線まで達していた理由については、儀列空挺隊攻撃計画の通り、アメリカ軍飛行場攻撃の後は海岸まで達して、揚陸物資を攻撃する計画であったからである。さらにこれは第一期攻撃であり、第一期攻撃が成功した後は、 生存したギレツ空挺隊員はそのまま沖縄にてゲディラ船を展開していく計画で、これを第二期攻撃としていた。ギレツ空挺隊は北飛行場を東北役にある220.3高地をゲディラ船、遊撃船の拠点にしようとしていた。同高地は付近に深い谷があり潜伏するには、うってつけの地形で生存した空挺隊員はそこを拠点とし、 毎晩北飛行場や物資集積所を襲撃し命ある限り戦う計画であった。陸軍中野学校の諜報員は、サイパン島攻撃の時とは異なり残地、諜報員としての潜入任務は命じられておらず、純粋な戦闘員として作戦に参加していたが、付近の山中には、すでに他の陸軍中野学校諜報員に引きられた第二森号隊がデギラ戦を展開しており、 岐列空挺隊の諜報員も森号隊と連携しゲリラ戦を展開する計画であったという指摘もある。名護市市編参係で陸軍中野学校と沖縄戦の関連を研究している川光明は彼らは生き残る計画だったと思うんですよ。一般の僕たちから見ていたら無謀な計画ではあるんだけれど、中略彼らは生き残るつもりだった。遊撃戦を展開して、 大本営、関東地区の爆撃をどうにか、ここで少しずつでもいいから食い止めるという、そういったことが計画されていたんでしょうねと、技術空挺隊が単なる決死の特別攻撃隊ではなく、なるべく生存を図り、長くゲリラ戦を展開して、アメリカ軍の足止めを行う任務を帯びていたと指摘している。アメリカ軍の調査によると、確認された日本兵の死者は、北。 読谷飛行場で13名、胴体着陸に成功した、機体内で発見された3名を含む。飛行場周辺で撃墜された他の4機には、各機とも14名ずつが乗り組んでいったと考えられ、全員が炎上した、機体内やその周辺で死亡しており、その総数は69名であった。技術空挺隊員の遺体は、アメリカ海軍設営隊が埋葬している。技術空挺隊員の遺体からは、 アメリカ軍パイロットが就寝しているテントの位置までが記された詳細な地図が発見され、驚いたアメリカ軍は翌朝スパイ対策の強化を命じている。6月12日に陸軍第六航空軍が発信した戦闘外報によると、記号作戦に参加し北中飛行場に強行着陸スニンム終了後敵中突破、串上島尻八重瀬町付近に到達せる一名の兵士が、 戦火を報告したとされるが、その審議と隊員の使命は判明していない。儀列空挺隊の突入苦闘する、第32軍はジンドル首里参上からも、死任することができ、高級参謀の矢原博道大佐も派手な、読谷飛行場方面で、火の手が上がるのを目撃している。矢原は参謀らしく、軍の防御戦闘には、痛くも痒くもない事件である。 むしろ奥山単位以下120名の勇士は、北、中飛行場でなく、五六飛行場に降下して、直接軍の戦闘に参加してもらった方が、数倍、嬉しかったのであると冷静に感想を述べているが、第32軍司令部将兵は、義列空挺隊や、連日飛来する特攻機から、地上部隊を頑張れ、今夜も、また我々特攻部隊がやってきたぞ、語りかけられているように感じて、 死闘の中で戦うのは我々のみではないとの感情を深く心に抱くことができたという。奥山は出撃前に少佐昇進の内示があったが、少佐の階級賞を一度もつけることはなく、両肩についていた大尉の階級賞を外すと、出撃を見送った挺身第一連隊長、中山勇大佐に託して出撃している。戦死認定の後にさらに二階級特進し、 最終階級は大差となっている。以上のように飛行場の機能に一定の打撃を与えることに日本軍は成功したが沖縄は儀裂空艇隊が突入した翌5月25日からまた天候が崩れて第6航空軍だけでも120機の特攻機を出撃準備させてたが出撃できたのはその中の70機だけで沖縄まで到達できたのは24機に過ぎず 日本軍は多大な日時と労力と人的犠牲を費やしながら、記号作戦の成果を十分に活かすことはできなかった。第六航空軍司令官の菅原は作戦について、日記で皇族をなさず、また我が方も、徳之島の利用等に不を進めず、誠に惜しきことなり、知り切れとんぼなり。引き続く、特攻隊の投入、天候関係など、いずれも意に任せず、 これまでいかんなりと評していた。それでも数少ない特攻機は、LSM-19 中型揚陸艦、LSM-135 を撃沈、バリー、輸送駆逐艦の4隻に再起不能のダメージを与え、バリーは、後日に別の特攻機の命中で沈没、他3艦は、配艦と7隻を損傷させ、アメリカ軍兵士171名が死傷させる戦果を上げていい。 アメリカ軍は、この予想外のコマンド攻撃に衝撃を受けており、沖縄戦における主要なアメリカ軍の公式戦士、公式報告書、アメリカ軍機関士正常記新聞、従軍記者の報告、司令官レベルの召喚の電気などに詳細に記述されている、中でも米国戦略爆撃調査団、報告書においては、連合軍飛行場への自殺、特攻攻撃と紹介され、 この一期からの空挺員は、飛行場に奇襲をかけ、相当な成果を上げたと、作戦成功と評されて、あと一期から二期が突入に成功していたら、驚異的な損害を生じていたと結論付けられている。第二次世界大戦関連で、多くの著作があるイギリスの著名な歴史作家は、技術空挺隊指揮官奥山を、信じられないほど勇敢で才能のある兵士であったと評価している。 擬列空艇隊が一定の成果を上げたたと考えた日本軍は、記号作戦と同様な特殊部隊でのより大規模な空挺特攻作戦となる日本海軍によるサイパン島飛行場への剣豪作戦や日本陸軍による沖縄飛行場への列作戦を計画し、準備を続けていた。これらの作戦には、 企業作戦後に停進第一連隊に統合された技列空挺隊の生肝者の一部も参加する予定であった。しかし、技列空挺隊から覆った損害で日本軍による空挺特攻作戦を警戒していたアメリカ軍は日本軍の空挺特攻作戦の準備が進んでいるという情報をつかむと、県合作戦での海軍航空隊作戦機の出撃基地であった三沢基地を 8月9日と10日に関西機で猛爆撃した。海軍クレチンジフ第101特別陸戦隊と陸軍挺進第1連隊の混成部隊をサイパン島に空輸する予定でった一式陸上攻撃機25機は巧妙にカムフラージュされていたにもかかわらずアメリカ軍関西機は航空機のみを狙い撃つ緻密な爆撃で18機を完全撃破7機を損傷させて 壊滅状態にした。激しい爆撃だったが、航空機の大損害に対して飛行場施設と人員に損害はなかった。輸送部隊の壊滅により作戦は延期を余儀なくされ、終戦まで決行することはできなかった。菅原は戦後に作家の山岡総八に儀烈空挺隊のことを尋ねられて、誠に立派な若者たちで惜しい。 などという言葉では言い切れません。と声を飲むようにして答えが使用している。レツ空挺隊が出撃した県軍の地にある陸上自衛隊県軍中屯地では、毎年レツ空挺隊の慰霊祭が開催されている。階級は出撃時の階級で表記する。12機中、1機突入成功、4機突入断念、7機、悲劇追168名中99名戦死。 58%。レツ空艇隊、第3独立飛行隊。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。